ビーマに倒されるバカ、バカと戦うクリシュナ。バカあるいはバカアスラは、インド神話に登場する悪魔である。主にビーマと戦ったラークシャサ、クリシュナと戦ったアスラの二人が知られている。以下に説明する。女児史、マハーバーラタに登場するラークシャサで、キルミイラ、アラーユダと兄弟。現在はバングラデシュに位置する、エーカチャクラー国の支配者で、国土、 外敵やブータなどから守っていた。しかし、その見返りとして、人々に、荷車一台分の穀物と、一頭の水牛と、それらを運ぶ一人の人身獄を定期的に、要求した。パーアンダバとクンティーが、カウラバの罠から逃れ、エーカチャクラーの、とあるバラモンの元に隠れ住んでいたとき、たまたまバラモンに、人身獄の順番が回ってきて、家族ともども嘆いていた。 理由を知ったクンティーは、ビーマに命じて、彼らを助けるように言った。そこでビーマは、身代わりとして、食料を運び、バカの名を叫びながら、それを喰らった。現れたバカは、ビーマの行情を見て怒り、攻撃したが、ビーマは意に介さずに食べ続けた。そして食べ終わった後、格闘の末にバカを殺した。ビーマはバカの残された家族に、二度と人間を、 殺さないように約束させた。こうして、エカチャクラーのラークシャサは人間に親しい存在になったという、クリシュナ伝説に登場するアスラ。バーガバタプラーナによると、マットゥラーの悪王を監査に仕えた悪魔の一人で巨大なバカと呼ばれる鳥の姿をしていた。ある時、幼いクリシュナと牛飼いの子供たちが水辺にやってくると、巨大なバカの姿に変身したアスラと遭遇した。 バカは子供たちに近づいてくると、クリシュナをくちばしで加えて飲み込んだ。しかしバカは喉を焼かれたため、すぐにクリシュナを吐き出した。怒ったバカは突進し、くちばしで串刺しにしようとしたが、クリシュナはくちばしを掴んで二つに引き裂いた。ありがとうございます。